日々思うことを語る今日の一言今日は午後から地方の方の稽古でしたいやお稽古をしててやっぱり思ったのは、えー、我々その踊りを教える方の立場としての責任ですね、えー、ただ振り手順をお話しするだけではなくやっぱりそこで何を表現するのかこれは どういうい役だからこういう流れの踊りだからここでこういう表現になるのであるとそういうことまでもちゃんと、えー、教わる方の方に伝えていかなきゃいけないそういう責任があるのかなってこんなことをつくづく思いながら稽古をしていました明日も朝から稽古そして、えー、月に一度のスタジオ公演日本舞踊の扉を開催します 明日の日本舞踊の扉公演では11月に開催する日本舞踊の可能性公演の、えー、私が一人で踊る、えー、カフカの変身これの、えー、一部をちょっと支援してみようと思っています。ではまた。